将棋の史上最年少五冠。藤井聡太竜王、王位、明王、王将、帰省イコール琉球が9日。東京、千田ヶ谷、将棋会館で行われた第八塾基準以戦 B 級一組最終戦で、佐々木祐希七段、27を下し、リーグ成績10勝2敗のトップで A 級初昇級を果たした。順位戦名人を頂点に、 A 級、高級2人以下 B 級1組、小級2人 B 級2組、同 C 級1組、小級3人 C 級2組、同とピラミッド式に格付けされる1年1期で各組10回戦の変則リーグ戦を行う今期 A 級優勝の斎藤慎太郎八段は渡辺明名人への挑戦権を獲得。 B1 以下は1クラスずつの昇級で、2階級特進はない。同性の場合、A 級はプレイオフ。B1 から C2 までは、順位は上のものから定員分だけ昇級。新人は等しく C2 からのデビューとなり、名人には最短でも5年かかる。 厳しい戦いだった、将棋の藤井聡太五冠初の A 級昇級早ければ、来年春に、名人タイトルに挑戦将棋の藤井聡太五冠が昨日、順位戦の対局で勝ち、自身初となる A 級昇級を決めました。順位戦 A 級で1位になると、将棋界最高峰のタイトル名人戦に挑戦できます。昨日、 東京の将棋会館で行われた順位戦 B 級1組の最終局2月史上最年少で五冠を達成した藤井聡太五冠は勝てば自身初の A 級上級となります対戦相手はデビュー以来の連勝記録を29で止められた因縁の相手佐々木勇気七段 深夜まで及んだ熱戦は、藤井聡太五冠が90手で勝利、13人が総当たりで対戦する B 級一組で、通算10勝2敗でトップに立ち、初の A 級昇級を決めました。19歳7ヶ月での A 級昇級は、引退した加藤一二球団の18歳1ヶ月に次ぐ、次、 歴代2番目の若さです。藤井聡太五冠全体として苦しい戦いだったと思うので、なんとか昇級できたのは良かった。A 級にはトップ棋士10人が所属。藤井聡太五冠は今年6月から将棋界最高峰のタイトル名人への挑戦権をめぐって総当たりで対戦し、1位になれば、 来年春の名人戦で、史上最年少での名人のタイトル獲得を目指すことになります。藤井聡太五冠、まだ、実感があるわけではないですけれど、A 級だと名人への挑戦を目指す戦いになるので、そういった舞台で戦えることは、楽しみです。名人挑戦への、第一歩踏み出す、将棋、藤井聡太五冠が順位戦で、A 級に昇級。 全体としては苦しい戦いだった将棋の藤井聡太五冠は9日に行われた順位戦 B 級1組の最終戦に勝利し A 級に昇級を決め名人挑戦への第一歩を踏み出しました9日東京で行われた順位戦 B 級1組の最終戦で藤井聡太五冠は佐々木勇気七段 27と対局5年前デビューしたばかりの藤井聡太五冠の連勝記録を止めたことで注目を浴びた相手です名人戦の予選にあたる順位戦では B 級1組は13人で総当たり戦をし成績上位の2人が A 級に昇級できますしかし鬼の住みかとも呼ばれる B 級1組で藤井聡太五冠も2敗していて稲葉晃八段千田翔太七段との昇級争いが最後までもつれることになりました対局は終盤佐々木七段が驚きの攻めを見せますが藤井聡太五冠が正確に対処し見事勝利10勝2敗となり1位で 永久昇級を決めました藤井聡太五冠なんとか昇級を決めることができて嬉しく思っています苦しい対局が多かったのでそれをしっかり反省して来季内容を良くして挑戦に絡んでいけるように頑張りたいと思います誰も打ち破れない記録更新なるか谷川球団が持つ最年少名人へ藤井聡太五冠は 来季がラストチャンス将棋の藤井聡太五冠は9日に行われた順位戦 B 級一組の最終戦に勝利し A 級に昇級を決め名人挑戦への第一歩を踏み出しました数々の最年少記録を打ち立てていますが最年少での A 級昇級については歴代2位の若さとなりました 歴代最年少は加藤一二三球団で18歳1ヶ月という驚異的な記録で永久に昇級していますそれでも藤井聡太五冠は谷川浩司球団の記録を超えて19歳7 1ヶ月での昇級となりました永久に昇級すると伝統と格式のある名人の挑戦権をかけて戦うことができます プロ棋士は順位戦によって C 級2組から A 級まで5つのランクに分かれています A 級はおよそ150人いる現役プロ棋士の中で10人だけここで総当たり戦を行いトップとなった人が毎年4月から6月に名人のタイトルをかけて戦います現在の最年少名人記録は谷川球団の21歳2ヶ月 誰も打ち破れない記録と言われてきましたが現在19歳の藤井聡太五冠は来季の A 級でトップの成績を収め名人戦でタイトルを奪取すれば最速で20歳11ヶ月で名人になることができます。